小林よし子は、日本のフィギュアスケートコーチ。日本スケート連盟フィギュアスケート教科部長。兵庫県神戸市出身。神話女子高等学校、関西学院大学卒業。夫は、元プロ野球選手である小林進かな。兵庫県神戸市出身。神話女子高等学校、関西学院大学卒業。高校生までは、フィギュアスケート選手であったが、 大学卒業後、日本スケート連盟に所属し、2012年7月7日より、フィギュアスケート強化部長に就任。また日本オリンピック委員会選任コーチ、ムグディレンクタートップアスリート担当及び、スケート上級コーチも務める。2010年のバンクーバーオリンピックでは、選手のコーチを務め、2014年のソチオリンピックでは、フィギュアスケート、日本代表の監督を務めた。 小林よしこ。公益財団法人日本オリンピック委員会。2015年9月11日閲覧。日本代表選手団名簿。公益財団法人日本オリンピック委員会。2015年9月11日閲覧。バンクーバーオリンピック2010スケートフィギュアスケート。公益財団法人日本オリンピック委員会。2015年9月11日閲覧。ありがとうございます。